徳光院、または徳光禅院は、兵庫県神戸市中央区吹合町にある仏教寺院。三号は大円山、臨在州天竜寺派。本尊は十一面間世音菩薩。三大神滝の一つとして、名高い布引きの滝の山道近く、炎のおずぬ総とされる、修玄道の大道場であった滝正寺の跡地に、神戸川崎財閥の創始者である。 川崎正蔵が1887年から1905年にかけて死罪を投じて混流した寺院である。臨在州天竜寺派に所属し、無双国史の宝刀を掲げる。混流当時の天竜寺派館長であった高木隆園全寺を生じて解散とした。正蔵は晩年、京都佐賀に別荘を有し、時の天竜寺派館長である高木隆園、及び、 総道史家の高木大学と信仰を深め、両老子に帰営するようになって、天竜寺派としての特密院を創建した。神仏に対する信仰の扱った肖像は、1897年に、雲寺史立氏から、菩薩従前会を受け、特密菩薩を授与されている。五代目住職の橋本康史堂によると、これが、特密院命名の由来であるとされている。明治創建の寺であるが、 松やくの木の木に覆われた境内には、室町時代の多宝塔などの古建築が移建され、山の景色に溶け込んでいる。当院の近隣には古社稲荷大民神社、福徳部在天社、筆塚があり、古碑が多く残っている。この布引山一帯は、神戸市により、徳光院及びその周辺文化環境保存区域の名称で、環境保存区域に指定され保護されており、 徳光院市民公園の名称で市民憩いの場となっている。高木隆園が徳光院に住み山して間もない頃、弟子の関成説と野田文一郎が神戸交渉の学生たちと話し合って有流会という前回が生まれた。毎月2回提唱と参前が行われた。それには後に神戸経済大学学長となった丸屋木一、石井光二郎らが参加した。 明治、大正時代には、今と違って、多くの孤児たちが、帝章三前に参加する機会が多かったと言える。それとは別に、マルヤは1939年頃から関清説を中心とする帝章の前回を結成し、関清説が、アジ同会と名付けた。その後は、山田部門なども引き継いだ後、現在では、前章副総同士課の木村太志国が帝章を受け持ち。 現在でも、味道会として、特密院で続けられている。郵便番号651-0058兵庫県、神戸市中央区吹き合町布引山二の二の三、ありがとうございます。